おやつタイム。無限。これを飲み切った後にこれを食べるという。もういいでしょう。あ、キッキューアイディア。今日はツインテール。あとね、前髪をね、分けるっていうのはやったことなかったんだけどね。さっきね、姉ちゃんにやってもらって、ちょっとそういうスタイルでやってみようと思った。今日はいつにも増してキャラクターみたいだ。ね。はい。まあ、かぼちゃプリンを食べて、今日は始めていこう。うん。あー、でも美味しいね。プリンってさ、なんか高級なのも高級なので美味しいけどさ、プチンってやる、なんだろう、100何円とかで買えるやつとかのあの感じもいいよね。卵どんぐらいの割合で入ってんだろうなっていうやついいよね。いいよ、普通に喋って使わないから。なんかうちのトイレットペーパーがあと1ロールしかない。よかった、大事ですから。サンリオエキスポっていうのに行くのねー。でもちょっとよくわかんないけど、なんかカメラ回そうかな、なんかそういう感じで動画これからやろうかなって思って。あ、普通にここで撮るのもあるからリクエストもいっぱいいただきたいんですけど。ビロスイカ、スイカ前のポケに入ってる。ビログをね、ビログをね、何カットしてくれたらいいねとか全部使うよね。いつも本当はね、すごい一生懸命刻んでカットしてるけど、もう生かしていく、ママのいろんなセリフを。それで気づいてほしい、どれだけ普段喋っているのか。じゃあ、ごちそうさまでした。ということで、じゃあ出かけていこうと思うのでね、じゃあね、バイ。あー、これかわいいでしょ。すごいお気に入りなんだよ。ずっと久々着たかも。なんかね、今だって時しか着ないからお気に入りなので、ちょっと宮西山のワンピースで今日はちょっともう出かけたいと思います。バイビー。そういえばね、そういえばね昨日アサギーニュちゃんのシリアルポップっていうアイスが8月31日から9月何日とか数日間売られてたお店があって、そのなんか前日のなんかちょっとみんなおいでおいでの会にあの招待いただいて行ってきちゃったんだけど、本当にお店もうめっちゃ可愛くて、もうめっちゃで、しかもなんかポップな子たちがいっぱいいて、お友達とかがこうできて、もうまたまたね楽しい時間だったんですけど、その時にね、見て、そのお店のなんだそこにいっぱいあったこのスプーンにね、こうアイスがこう、こういうアイスなの、このアイス食べた時にこうなるみたいな、もらっちゃったの余ってるからって、お店にいっぱいこれがね、こうやってぶら下がってて、かわいいって言ったら余ったからあげるよってもらってきちゃったから、この後ろの棚に追加したいと思います。これ本物なんだって、シリアルはね。だからまあそうそう、だからね、しぼんじゃうらしい、なんかちっちゃくなっていっちゃうらしい。だからなん、どんぐらいここに置けるかわかんないけど、もう置いといちゃいたいと思います。すっごいかわいい。また一変わっちゃうかもしんないけど、とりあえず置いてきました。やーい、原宿に来ました。わかりますか？全然わかんない、原宿です。マジやばくない、この文字テープなんだけど、こちらのねカフェをちょっと検索しに行きたいと思います。やーい、買います。ミルクティーだよね、やっぱ。そう、オッケー。なんだ、なんだ、なんだ。ひでお、お兄しょ、ひでお、ひでお、ひでお。初なんだけど。アシスト申し訳。あとこちらにも小銭さんもめちゃめちゃ可愛いです。ああいうのに、ね、なんか入れてくれるパターンとね、こっちのボトルパターンがあったのに2種類買ってみました。めちゃめちゃ可愛いです。
幅が狭すぎるか。あ、いい。そう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 。味は特にない、なんか食感がゼリーって感じで、でもありだね、全然。でも味がないのか、かえって逆に、なんかタピオカとかも美味しいけど、甘いじゃん、タピオカって。なんか、タピオカもめっちゃ甘いのに、タピオカも甘いのに、なんか甘々っていう、怖いなと思っちゃいます。でもこれは、中に入ってる食感だけじゃなくて甘くない、ゼリーが。だから、新しい、なんか、あんま日本にない。なんだろう、ここは。ああ、そう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 。ほら、それかけてみた。あ、でも、怒られる、怒られる。さっぱりしてるから、ご飯とか美味しそうです。戦われる。夜だね。夜だね。めっちゃ美味しそうだ。新しいらしい。綺麗だし。嬉しい。なんか、ホットクとか、ホットクとかも。ホットクとか。めっちゃ近いから、めっちゃ近いね。あのさ、あのアベマのさ、生放送やってるとこあんじゃん、あのとこビューって歩いてったらあるリアルじゃないよ、本心足が、足のあの、心が PR してほしいって言ってるだけの誰かに頼まれたんじゃなくて、本当に私からみなぎる PR、 ハッシュタグ PR 来てね、いいから本当にもう、インスタのための欲しいって感じある。優しくてカメラもしていてってくださったんで、できました。感謝です。なんか最近なんかね、ネットの記事で持てない女のなんかみたいなやつ、なんかやつで、なんか、言う人ってあった。でもめっちゃ、先週なんか怒るときに、ポンポンって言うのが好きなんだけど、なんかさ、ポンポンってやつはきっと、いいやん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 、テロップで最初無理だ。あれ、スクショないスクショないもん聞いてさ、まぶたきしちゃったからさ、本命のやつがさ、モザイクが本命のやつで、本命のスクショ送ってくる人が世の中で一番性格悪いと思ってるから、そんなことないよ、心広いから、なんだっていいよ、そういうこと言っちゃうと逆にみんな送ってくるやつだね、気づかせないが勝ちだよ、言わないがいいよね、一番ちょっとさっき行ってきたんだけど、めっちゃ可愛かったし、なんかもうね、やばかったです。ね、自分でキャラとなんかこの色合いとか選べて作ってプレゼントしてもらいました。今日は可愛いものいっぱいの一日だったので、いかがだったでしょうか。皆様ラフなこう愛の一日みたいなやつをあの撮っていけたらいいなって思いますので、そんな動画もね楽しみにして、楽しみ興味ねえか、いや何でもない、まあこんな感じでございました。ではちょっと暗くなっちゃったんですけど、今日はこんな感じで終わりたいと思います。この動画が面白かったな、可愛いのいいな、本当は可愛いの好きなんだよなみたいな人はあのグッドボタンを押していただいても、押していただかなくてもそちらはお任せしたいと思います。ではこの辺でバイバイ。
投げな投げ